はい、どうも、とのまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。とのまるのために作りました。覚えているかは知りませんが、6連水中張り抜けコースの制作者です。ドアの間に立ってキノピをズームしてみてくださいということで、ちょっと以前ね、6連続でトゲ抜けを水中で決めなきゃいけないっていうコースをリクエストいただいて、いや、ちょっとそれはちょっとむずすぎるなと思って、ちょっと諦めさせていただいたんですけど、その方から改めて、まあ、仕組みを教えてくださってるコースということでしょうね。だから多分ズームしてみたら、キノピオの頭と後ろの背景がこう重なってたらいけるっていう。でもこの位置を絶妙に探すのもむずいけどね。変な話。ちょっと一回動くよ。一回動いて、こう右端のだからキノピオの白いラインと後ろの背景のピンクのラインが合わさったらいけるってこと？ここいける？あー、いけるんだ。そういうことなんだ。なるほどね。これどう？これ。これでもいけてる？ああ、いけてるわ。じゃあ確かにいけるんかもわからんな。水中連続、張り抜けも。まあまあ、というコースでございました。というわけで、コースアイデアありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。ちょっとじゃあリベンジしてみる？ 6 連水中張り抜けコース。なんか一回コース消されたみたいで再アップされてますね。だから今まで自分も挑戦したことないことになってますけど、多分まあ以前挑戦させていただいたコースと同じ仕組みのコースだと、そうか、そうなんだよ。ただこのコース、そうなんだよ。そういえば。今度は、この泳ぎながら調整しなきゃいけないから、ここか。いやでもやっぱむずいな。分かってもむずいわ。やっぱり、いや立った状態なら確かに合わせ方分かったけど、この柱とあれでしょ、キノピオの右のラインが、あ、ここじゃない。なるほど、これを決めていけばいけるってことか。ちょっと頑張ってみるか一回。あ、ここじゃない。あー、いけたわ。いけるわ確かに。これでここも同じ原理ですね。ちょっと待ってくださいよ。ここじゃない。あ、いけた。あ、その下ダメなんだ。ここか？オッケーオッケー。3連続決まりました。ゴールの底は、でも最後のここ、茎があんまり見えない状態でやんなきゃいけないじゃん、最後。そしたら。オッケー、ここか？ 4 連続目。オッケー、いけた。本当に抜けれるんだね。すごいな。あ、ここは歩きながらでもいけるわ。ここかな？いや、ずれとんかい。ごめん、さっき多分頭の線1個見るとこ間違ってたわ。多分こっちだ、見るべきは。この上の白いラインの右端じゃなくて、もう1個下の段の右端見ちゃってたわ、さっき。だからここじゃない？オッケーオッケー、来ました。で、多分これはゴールのラインも同じってことじゃないんかな、太さが。だからこの頭の、うわ、このゴール条件邪魔だな。この頭の一番上の白いラインの右端とここの端が重なる、ここならいける。あ、いけてる。ちょっと待って、一回戻すわ。オッケー、やった、いけた。いや、教えてくれてありがとうございました。これで皆さん、水中張り抜けいけるみたいですわ。簡単だと思うじゃん？それが簡単なのよ。とりあえず 0.29%。まあ、なんか、とりあえず、のこのこいって倒すのがゴール条件だということなんですけど、そういうことか。なるほど、のこのこいって倒すだけかと思いきや、なんか、いっぱい来んのね、敵が。で、のこのこ、でもこのさ、ミサイルの爆風に一回でも巻き込ませたらもう勝ちっちゃ勝ちなんだけど、それがむずいっていう話か。まあ、時間はたっぷりある。ちょっと待って、ここ爆発に巻き込まれるよ。ちょっと一回避けよう。一回避けましての、ちょっとこの辺から上に登っていこうか。ちょっと、うーわ、ミスった。むず。これさ、もう集中的にこの辺だけ減らしていった方が、なんかいけそうじゃねっていう気はするんだけど。でもそうか、のこのこパタパタ状態だから一回踏むだけじゃ倒せないね。そう考えたら、ちょっと待って、全然上に上がってきてくんない。上に上がってきてくんないことには踏みようがないんだけども、一回これで下降りて、パッ、一回踏みたいな。一回踏んでみたいな。ちょっと待って、ミサイルが多い。ミサイルが多い。ミサイルが多すぎ。ミサイルが多い。一回踏みたかったけど踏めんかった。このさ、メカクッパのキャノンを一個ぐらい右に飛ばせないもんかね。まあでもこの赤いメカクッパの大砲は自分に目がけて飛んでくるから、要は自分が画面の右下とかの方にいないことにはだよね。もう、のこのこパタパタにぶつけようと思うと。あ、踏んだ。踏んだわ。一回踏むことには成功しま、一回逃げよう。一回逃げてみよう。そうなるか。あれ、どうやったらでも倒すっていう結論に至るんかな。いや、多分これ、左上に、一発撃たせて、左上に撃たせた弾道を、こっちに誘導する？これでどうよ？めっちゃいい、めっちゃいい。これで倒せた、結構一気に。これはいい作戦かもわからん。という感じが。
ちょっとしましたけれども、ちょっと逃げ場がないね。それかこの辺から左上の方行って、左上の方に打たせた後こっちに帰らすと無理だ。でもやっぱり自分の足で踏んで倒すってちょっと現実的じゃないよねっていう感じはするんだよね。やっぱそう考えたらやっぱりこうやって爆風に巻き込む以外ない気もするんだけど、爆風がうまいことはまんないんだよね。どうこれ、めっちゃ減ったけどパタパタは倒せない。いやでもワンチャン惜しいけどね、もうだいぶ惜しいけどね。やった、いけた。なんで、まああいつらを蹴っ飛ばしてたまたまあれかノコノコに当たった感じが、いやこれはラッキーだった。難しかった。5日間の超大作鬼畜アクションコース制作に5日かけてようやく完成しました。表面が主に鬼畜です。クリア者が出てないですね。やってまいりましょう。さあどんな感じのコースなんでしょうね。表面がとにかく3段ジャンプっぽくね。ちょっと待って1回やり直すわ。ワンツー3段でこっち側に壁を作ってからこういけっていう話ですね。まあこことかだけで言うと別にそんな難しいことは何もないかなという感じですけど、ここはどういうこと、3段ジャンプか。3段ジャンプでもないな。なんか今のところ割と快調に来れてる感はありますけれども、こここう降りていきます。ここ怖いな。ここか、オッケー。おおダメだ。ここどう抜けるのがいいんだろう。こう抜けるか、思い切ってオッケーオッケーで、ここに頭をぶつけつつこういって鍵を取って、ここから帰るのも地味に怖いですけれども、まあさすがにいけるか。 OK で、ここファイヤーバーがあるからちょっと慎重に行かないといけないところで、3段ジャンプの匂いを感じる。 OK ちょっと待って、ワンツー、3段ジャンプじゃなくても届きそうな距離感。何の隠しブロックだ一体。ちょっと待って、ここ隠しブロックがあるってことか。まあ3段ジャンプだね、じゃあ完全に3段ジャンプか。ここは3段ジャンプだわ。いけるかな。ワンツー、あーミスった。3段ジャンプ、ワンツー、3段ジャンプ、くんくんくん、オッケー。いけてた、今いけてたけども、まあ一回ちょっとビビッ、そこのキノコは今は取りに行けないね。あれこれなんだ、これ上か。あ、上だわ。こうくるんくるんくるん、あーオッケー、これだ。でここのオンオフスイッチを切り替えることによって、今度はそこのキノコを取りに行くことができまして、のこれは食らわずにここまで行けますよ。これ食らわずにここまで行くという想定で OK ですか。なんか違くね、これ3段ジャンプじゃなくても行ける距離感なんだけど、はい OK で、これデカ状態キープしてここまで来てんの、なんか違う気がちょっとせんでもないけどな。これ行けるか、これ届くか、それちょっと待って、食らってしまうのは勘弁。違う、分かった、これ違うわ。こっちからワンツー三、いや違う、三段ジャンプしたらでも飛び越しちゃうもんな。ん、ここなんだ、ここどうするんだろうね。ワンツー違うな、もう違うな。こあ普通に届いたわ。さっきはねちょっとビビりすぎてただけか。でこれ何、どういうこと、そっからそう壁キックしていくみたいなこと。いや多分スターのジャンプ力なら多分こっから普通にこう行くだけで届くという、まあそういうことかなと思いましたね。でこここう行きまして、これで一回ドアを経由する。ワンチャンさ、こあーでもデカ状態はキープしたら来れないか、そこのトゲランがいけないからね。でうわーっと中間だ、やった、中間あるんだ、やった。気抜けすぎだろ。中間で喜びすぎたがあまり一瞬でやられてしまいましたけれども、さあこっからなんかでも強制スクロールなんだ。強制スクロール地味に怖いな。表面の方がなんか難しいとは書いてあったけど、裏面強制スクロールちょっと怖いなって感じしますけど、ここででも一回これでメットが出てくる。これむずない、これ普通、いや壁キックでいきゃいいんだ、別にバネ気にしなくていいか。え、バネもしかして持ってこいみたいなこと、そういうことでもないよね別に。これなんだこれ、どっち行きゃいいのこれ、こっち、いやこっちすげえ嘘。じゃあこれ普通にこっちにこう、ここの細い隙間をなんとか滑りながら抜けていけば OK というお話なのかな。まあこれは普通にこのコースター乗っていけ、うわあ、これはねしっかり真ん中に乗っとかないとね、ここ入っていけないやつでしたね。で続いてはこのリフトに乗っていかないと絶対進めない。あんまりこれ先行きすぎてね、スクロール追い越しちゃうの怖いんだよね。なんか隠しブロックがあるよ。隠しブロックがあるのなんだ。ここからじゃあこう行けば OK、 ここからこう行けば多分 OK なんでしょうね。で
ここからはどうなってる？いける？これ壁キックしたからってこれ届く？ワンツー三段ジャンプでこう切り返したらまあさすがに届くかなという。アップなファイヤーバー、アップな。で何ですか一体。まあまあまあ ここはファイヤーバーがちょっと増えてきてるゾーンではありますけれども、なんかね表面の方が難しいと書いてありましたけど、ここまでの体感から言わせていただくと、まあ表面も裏面もそんな変わらんぐらいの難易度なんじゃないかなという。てか裏面の方が何気にちょっと怖い要素は多いけどね、やられ要素というか。これ急いであれだ、スクロールが、いやスクロール止まるんだ、スクロール止まるなら余裕だ。でこれで鍵ドア入ったら土管入れるから、これで表面入って、表面に帰ったらワンチャンゴールの可能性もあるんじゃないのという。あ、めっちゃゴールじゃん、やった